私の名前はハル。先月8歳になったよ。パパが大好きなイチゴのケーキを買ってきてくれて、すっごく嬉しかったんだ。でもね、ママはハルの誕生日を祝うの、あんまり楽しそうじゃなかったんだ。ママはハルの本当のママじゃないからかな。ハルの本当のママは、ハルを産んですぐにお空に行っちゃったんだって。だからあんまり顔を覚えてないの。友達のママはみんな優しいって言うから、ハルは羨ましいなって思う。だってハルのママは優しくないから。ちょっとあんた。え、何？牛乳飲んだ？飲んだけど。はあ？あれはあんたのじゃないの。あたしのこの牛乳なの。でも春だって飲みたいよ。うるさい。あんたは水でも飲んでろよ。そんな。はあ、朝からイライラする。そんな時は甘いものよね。何食べるの？あんたには関係ない。ほら、タケル、ママの買ってきた甘いパン食べようね。春も食べたいな。あんたの分あるわけないでしょ。あたしは自分の子の分しか買ってないの。春だってママの子だよ。は？あたしの子になりたいなら言うこと聞いて。おとなしくしとけっての。春は黙って席を立った。ママはいつもそう。弟のタケルだけを可愛がるの。ちょっとでも口答えをするとママは怒り出すから疲れちゃう。春が我慢すればいいだけなんだけど、やれやれだわ。ぐーとなるお腹を押さえて、春は今日も学校に行くの。ある日、パパから出張に行くことを聞かされた。泊まりで遠くに行くんだって。パパがいなくなるなんて不安すぎるよ。でも、ママはすっごく嬉しそうだった。なんでそんな嬉しそうなのか、春にはわからないけど。パパが出張に出かけた日、ママは朝からルンルンでおしゃれをしていた。ママ、今日はおしゃれだね。は？うるさいな。あっち行っててくんない？うん。今日からあんた、留守番しててね。え？留守番？春一人で？もう8歳でしょ？できるわよね。でも、どこに行くの？関係ない。タケルは？一緒に行くの？当たり前でしょ？あたしの本当の子なんだから。春だって子供だよ。は？なんか言った？うるさくするとつねるよ。やだ。なんでつねるの？自業自得だからだよ。ママはいつも服で隠れるところをつねってくる。痛いから本当に嫌だ。しばらくして男の人が家にやってきた。会ったことのない人だ。ママはいつもとは違う声で話してる。まあ、この日が来るのずっと待ってたんだから。ほら、タケル、行くわよ。ママ、その人誰？あんたには関係ない。じゃあ留守番よろしく。行ってらっしゃい。ママとタケルは大きな旅行カバンを持って出て行った。あの男の人は誰なんだろう。春は嫌な予感がした。もしかしたらママはパパを裏切っているのかもしれない。そうだとしたらパパがかわいそう。どうしたらいいんだろう。そうだ、こういう時大好きな名探偵ソナンになりきればいいんだ。春がソナンだったらどうするか。まずは証拠集めからだよね。そう思ってママの部屋に忍び込む。普段は入ると怒られるから今までに数回しか入ったことがない。いつもママが使っているカバンの中を探る。旅行には別のカバンを持って行ったらしい。これは何だろう。ママのカバンからはカードケースが出てきた。いろんなポイントカードが入ってる。もしかしたら証拠になるかも。それからママの手帳だ。パラパラとめくってみると気になるメモが書いてあった。全部男の人の名前で、何時にどこで会うのか
という情報が書かれてあった。しかも男の人の名前がたくさん。パパに言わなきゃ。すぐさまパパの携帯に電話をした。もしもし、どうした？パパ、大変なの。ハル、なんで電話してるんだ？ママは？ママはタケルとどこかに行っちゃったの。大きな旅行カバン持って。は？どういうことだよ。ハルを置いて行ったのか？うん、知らない男の人が迎えに来たよ。なんだって？怪しいって思ってママのお部屋を調べてたの。何か見つかったのか？うん、でもこれが証拠になるかはわからないけど。さすがハルだな。実は俺の出張は中止になったんだよ。とりあえず今から帰るから。本当？ハル、本当は心細かったの。子供を放っていくなんて、あいつおかしすぎるだろう。ごめんな、待っててくれ。うん。それからしばらくしてパパが家に帰ってきてくれた。そしてハルの見つけた証拠を見せた。これはポイントカードだな。ああ、なるほどな。何かわかった？ああ、ママがパパを裏切ってる証拠だよ。あとこの手帳、男の人の名前が書いてあるよ。本当だ。ご丁寧に時間と場所まで。あいつはとことんバカだな。気づかなかった俺もバカだけど。パパはバカじゃないよ。でも春はパパにずっと言えなかったことがあるの。なんだ？ママが春にだけ意地悪すること。美味しいものもタケルにだけ買ってくるし、怒ると春の体をつねるの。え、そうだったのか。気づかなくてすまない。うん、春が黙ってればいいのかなって。でももう我慢するの疲れちゃった。春。パパは春のことをぎゅっと抱きしめてくれた。パパ決めたよ。一番大切なのは春だ。俺は春を守るからな。パパ、ありがとう。それからパパは離婚に向けて動き出した。これでいいのかなって思ったけど、パパを裏切ってるママが悪いよね。そして数日後、ママが家に帰ってきた。あー、疲れた。おかえり。え、なんで家にいるの？出張がなくなったんだよ。そうなの。行ってくれたらよかったのに。ハルを置いてどこに行ってたんだよ。実家よ。うちの母が体調悪くて。ハルも連れて行けばいいだろ。冷蔵庫の中見たか？何も入ってなかったぞ。ハルがどうなってもいいのかよ。そんなの知らないわよ。もう大きいんだから自分でなんとかできるでしょ。はあ、もういいよ。実家に帰ったのは嘘だろ。男と旅行に出かけてたんだよな。違うわよ。ハルがそう言ったの？あの子、私のこと嫌いだから。はあ、もういいよ。お前の浮気の証拠は掴んでるから。え？ホテルのポイントカード、利用日時がバッチリ記録されてたぞ。な、それと手帳な。今時アナログなやつなんだな。複数の男と会う約束がびっしり書かれてた。それは違うわよ。言い逃れできないだろうが。もういいよ、離婚しよう。は？ちょっと待ってよ、どうしてそうなるのよ。俺は春が一番大切だ。春を守る。ふざけないでよ。私働いてないのよ。タケルはどうやって養っていくっていうの？数ある男の中から選べばいいじゃねえか。そんな、春、全部あんたのせいよ。え、春のせい？そうよ、あんたさえいなければ。はあ、救いようがないわね。なんですって？今まで我慢してたけど春はもう無理。ママ知ってる？こういうのって自業自得って言うんだよ。な、うるさい、黙れ。こうしてパパとママは離婚することになった。ママは離婚したくないと言っていたが、パパは断固として受け入れなかった。裏切ったのはママだから仕方がない。慰謝料を請求しない代わりにすぐに家を出て行ってもらった。ママは働いていないし貯金もない。実家も決して裕福じゃないから、これからどうなるんだろう。
いろんな男の人にすがるんだろうな。春はそんな女には絶対ならないって決めた。だって恥ずかしすぎるでしょう。タケルはかわいそうだけど、ママを反面教師にして頑張ってほしい。春はパパと一緒に仲良く暮らしていくよ。